けるこれ。これで。スン。クイーン。テレレレレレレレなのかそれは。おっそすゼルダの伝説ティアーズオブザキングダム続きいきます。マイクロペーサーどうぞよろしく。一気に暗くなってきましたけど、前回インパだね、ブレスオブザワイルドにいたインパおばあちゃん。ああ若い時はめっちゃ美人やったんやけど、このおばあちゃんに出くわしまして、とりあえず気球の上の方飛んでまいりました。いろいろ気になるお話してくれたわけでございますが、ああとりあえず手がかりをいろいろ探せと。地上絵で気になるところがあれば、こっからパラセールで飛んでてもいいぞっていうことを言ってくれたっていうところで終わっております。高いところに来ておりますよ。地上絵なあ、すごい展開になってきてますけど、のんびり続けてるティアーズ・オブ・ザ・キングダム、今回はどういうお話になるんでしょうね。地上絵ってあれなんかな、他にはもうない。ちょっとおばあちゃん、インパばあちゃんちょっとどいてね。夜になるとまた見え方変わんのかな。あーということで、こっからどこに向かうのが一番おすすめなんでしょうか。まずはあそこのピンのところでいいんかな。気になるのはいっぱいあるけど、おそらくまずはあっちでしょう。ってことで飛んだけど、絶対にスタミナ持たないよね。おばあちゃんの気球が見えてるわ。まずはマップを開放したいからね、あっちの方に向かうのが優先だと思うんだが、他にもでもはっ、てかまずはスタミナが持ちませんわ。くーんさっ、生きてる生きてないもの、あの高さあかんか。下に帰ってきました。この感じだとばあちゃんとの話はどうなってんや。見たものとは何かわからんし、何を指すのかまだ皆目わからん。熱気球で飛んでみても、行くならばその他一人で行ってくれ。目回ったって言ってるからもういいんやんな。十分わしは上に飛んだわって、ほらそう言ってるってことやんな。でも飛ぶ、ありがとうおばあちゃん。で気になるところ行ってこいってことよな。気になるところって言われても困るね。はっ、あそこに転ぐいぞ。この石転びそう。ほらこういうのは分かりやすいよね。転ぶのみまたね。全部集めれる気がせんけどな。なんじゃやめやがった、お前邪魔すんな。壊れたやんけ、待ちなさいな。お玉とかなんかいろいろあるけど、ほらよし、
またねー。相変わらずあいつは元気そうやな。ってことで、一旦、あっちやな、あっちの方の何やったっけ、眺望台やったっけ、あっちの方に行きましょうか。あそこの、あそこ入ってねえじゃん俺だよね。あ、これまだ入ってなかったわ。品川かの祠。今回もマジで100個ぐらいこの祠あんのかな。浮き上がるもの。まあでもなんか散々ブレスオブザワイルドでやってるからさ、今のところ全然ティアーズオブザキングダムに何の新鮮味も感じてねえんだが、何の新鮮味も感じてないは言い過ぎ？でもなんかそんな言うほどあれよね、高評価な理由がわからんねんけどな。すげえ今更ながら時代遅れなゲームに感じてるのは俺だけかい？拾う。こっからな、こいつらでなんかすんやな。火を使ったらあれが飛べますよって言ってるけど、この熱気球自体は押したりはできひんやんな。あ、ってことは今ある場所でなんとかせなあかんってことでしょ。こういうちょっとした、ちょっとしたミニゲームがずっとあるだけなんよな。ほんまな、祠ってな。だからブレスオブザワイルドやってる人はそんなに新鮮味を感じないから面白いんかな。俺はなんかもう今のところなんかそんなに新鮮味を感じなくて、そういうところで、あんまりガツガツゼルダやってこうっていう気に今んとこならへんやけどさ、みんなはどの点で楽しんでるんだい？なんか作んのか、飛んでくれるあれを、飛んでくれるあれ、でもそういうことじゃない？な、こっち側にもなんかバランス悪そうやけど、いけるか。でこの辺にポンって置いたら両方ともほら、そういうこと。ちょっと場所悪かったかな。向こう側に来てんですけど、タラララララララかな。あ、めっちゃ上がってく。ぶつかった。はあ、でもこういうことやね。いけたよー。あ？あ？そこに当てろってことかな。あ？これを、こっちの方に置いて、ほっ、これと、もう一個火なかったっけ、あった。お前ら二つを、あれ、お前ら二つをこうしたら、そういうことじゃなくて、あそこになんかぶつけるみたいな、そういう話。ちょ、お前は、あ、あそこにドーンって
ぶつけるみたいな意味じゃないのかな。思った通りに考えたことがそのままできるようになるゼルダの伝説とか言って言ってるけど、全然思った通りにならないけどな。今作のゼルダ全然思んないって思ってるのはねえ、絶対いると思うんやけどな。全然5年前のゲームをただやらされてるだけみたいな、そんな気持ちになってんやけど。俺は5年前やったら面白かったけどみたいな。もうなあ、時代遅れじゃねえこのゲーム。思った通りにならんなあ。これ2つ重ねる？くっつくわけないもんな。あ、何このぐちゃぐちゃ、全然気持ちよくない。おい任天堂、もうちょっとまともにゲーム作れよ。で次よ、あそこになんかボールかなんか入れるんじゃない？あったボール、これを多分入れんじゃないんかな。火がなんかえぐいっすけど、さっきと同じ感じかこれ。上上がんのめんどくさ。昨日板はあるけど、これ上に運ぶのがめんどくさそう。おもんな。ここに燃えないようにうまいことこんな感じで置いたら飛ぶんちゃうんかい。そういう手はずじゃないんかい。ん？微調整？あ、この感じ飛びそう。飛ばへんのか？そういうことじゃないんかな。合ってる気がするんやけど、ちょっとした微調整の問題やとしたら、まあ、ああ微調整やな。マジでめんどくせえな今作。今作マジでめんどくさいぞ。おもんない今作。めっちゃめんどくさいことばっかりさせるやん。どうしたの任天堂。暇じゃねえんだ俺は。マジでストレス。めっちゃティアキンおもんないんですけど。誰や面白いとか言ってるやつ。小学生か。まだ大した人生経験してないやつやな楽しいとか言ってるやつは。大人には、人生経験豊富な大人にはもう楽しくないぞ全然。やったことある内容が詰まってるだけで、別に新鮮味なんもないぞゼルダ。めんどくさいだけやぞ。よし帰りまーす。頭の中ではこうやったらできるっていうのは分かってるけど、今作はそれを再現するのがめちゃめちゃめんどくさい。忙しい大人には本作向いてない気がする。忙しい大人というか、やりたいゲームがいっぱいある人にはゼルダそんなに別に今んとこ何の新鮮味もなく、頭の中で描いたことが、まあ、一応できるっていうのを売りにしてんやろうけど、V
ブレス・オブ・ザ・ワイルドより面白くしようとしてめんどくさいことがただ増えてるだけな気がするんやけど、正直俺だってこのスクラビルドもさ、めっちゃ嫌いなのよ。強い武器を強い武器にするためにわざわざ一回スクラビルドしないといけないっていう、この一手間かけないといけないっていうのがさ、これを一生やっていかなあかんって思うと、ブレス・オブ・ザ・ワイルドの方が100倍面白かったんやけど、マジでなんで今作こんな高評価なんかが分からへん。今のところストレス溜まることが多すぎて、ティアーブス・オブ・ザ・キングダムはほんまにブレス・オブ・ザ・ワイルドの続編として作ったけど、よくある続編作って続編クソおもんないシリーズやと思ってるのは俺だけかな。すっげえおもんない今んとこ。全然やる気せえへんもんな。他のゲームの方が100倍面白いもん。すげえストライクを取りに行ってよくあるダサくで、こいつは前もいたな、すっごく怖いよ。あ、ボックリンの困りごと。おったね、前も。何してやればいいんや。あの木のところ怖。ああああああ、そういうことね。おい、待てやこら。お前を燃やすには、今大したアイテム持ってないわ。やから、ボックリンも無視でいいわ。マジで今作、めんどくさいことだらけやな、やっぱ。トリプル A 級のゲームって、しょうもないサイドクエストばっかりなのよな、大体。それが俺嫌いなのよ、最近。プレイ時間を長くするために、しょうもないことをやらなあかん時間が長くてさ。最新作 FF とかもそうよ。あれ神ゲーとか言うてるやつは人生経験薄っぺらいやつやろって思ってる俺は。お前今までどんなしょうもないゲームしかやってきてなかったんて、そう思っている。簡単に神ゲーとか言うやつはお前ペラペラの人生歩んできたやろって思ってるな。でこれはどうやって登んだい。復興建築用建材置き場、これはいつもあるやつだよね。これさすがになんかで飛んでいかんと無理じゃない。ブレス・オブ・ザ・ワイルドの時はさ、これどうやったらこうできるかな、できるかなみたいなのがあって新鮮やったけどさ、本作はただの続編やからさ、ブレス・オブ・ザ・ワイルドで体験できたことをもう一回してくれてもさ、あの時代やからすごいなって思ったけど、今の時代も絵でほんまにブレス・オブ・ザ・ワイルドでやったからさ、いやマジでもう今作めっちゃゼルダおもんないほんまにおもんない今んとこ。こんなにおもんないと思ってなかったな。なあ、ほんまにいろんなチャレンジをしてくれてる。もっと、もっと面白いインディーゲームとかいっぱいあるで。だからとりあえずストライク取りに行ったら面白いとか思ってる。トリプル A のゲーム嫌いなのよ俺。まあ売り上げを上げないとあかん気持ちはわかるけどさ、ペラペラな大したゲーム経験のないやつらに向けて
ライトゲームを作らなあかん気持ちはわかるけどさ、って思っている。どうしよう、すげえやる気がせえへん。でも一応あそこ登らないとお話進まへんのかな。俺が今やらなあかんことはゼルダを探して、とりあえず北西の方に行けって言われてたから、えっか、眺望台なんか適当にのんびり北西進んでたらなんか出てくるかい。あそこにあいつ、クソ強いやつやん。ライネルとかやったっけ、名前忘れたな。もう、うーん、どうした。すげえやる気せえへんなマジで今作。だらだら過ごすだけで何の取れ高も感じひんぞゼルダ。編集もめんどくさくなりそうやぞ今んところ。マジで、え、今年プレイした中で下から数えて早いんちゃうか。それぐらい思んない今んとこ。あっちの方に行かなあかんのよな。これどの辺、あそこ上下、すーげえ、なんか今作はほんまただマップが広いだけで楽しくねえなー。ここにまた祠あるんやけど、祠クリアしないとスタミナとか増えへんやもんなー。まあ、チラッと様子見だけして短時間でクリアできそうなところなら行きますか。さあどんな感じ。もうなんかパッと見めんどくさそう。運ぶ形、なんでブレスオブザワイルドの時はな、祠クリアするの楽しいって俺は思ってしまってたのか。今作はマジでね、楽しいって思えへんやけど祠チャレンジ、何もかもめんどくさいわ。なんか今回こんなんやっててる時間がもったいないって俺は思ってしまってんやけどさ。はい、だるい。どうしよう、ちょっとゼルダプレイすんのやめようかな。え、いろんな他のやりたいゲームより一番やる気せえへんやけどさ今んとこ。なかなかやで、トリプル A のゲームで。あるけどさたまに。ただ今作は結構クソゲーじゃないかなゼルダ。思った以上にずっと思んないんやけど、時間がすごい時間使わされて。あー、ここもめんどくさそう。ってことでここもやめとこう。もうなんかブレスオブザワイルドの時はさ、こういうのを自力で解く楽しみとかすごい楽しんでたけど、今作はマジでもうブレスオブザワイルドでやったことをもう一回やるだけやから全然面白くない。ってことで死にまーす、外出まーす。さあ
とりあえずこの祠も蒸していいでしょう。クリアしてない祠はなんか分かるようになってんのかな。他の祠は黄色いのがついたままってことかな。まあ、一応ファストトラベルするためのアイテムにはなるやろうから、これでいいでしょう。さっさとなんかメインだけできれば今作はいい気がするぞ。でもホコラチャレンジで HP とかスタミナを上げていかないと多分クリアするのがしんどいんだろうな。そう思うとますます今作プレイする気がどんどんなくなっていく気がするんやけど。おお、いやー、そら小学生とかさ中学生とかさ、まだあんまりいろんなものに触れてない人たちはさ新鮮やと思うからさ、高評価言いたくなる気持ちはわかるけど、それなりにゲームをプレイしてきた大人にとってはもうやったことある内容がひたすら網羅されてるだけやから飽きひん。何のチャレンジ要素も感じひんよね。インディーゲームのこういう尖った内容にしてみましたみたいな、そういう要素も別にねえしさ今作。ただ空と地底とマップ3倍にしてみましたどうっていうよくあるクソゲーですよね。どうしよう、どうやって楽しもう今作。今んとこマジでパラセールもな前作やってるからな、これやとただ単にブレスオブザワイルドをパクっただけのゲームなのよ。なんやったらもはやブレスオブザワイルドをパクったことでさらに面白く作ってくれてるゲームとかもう世の中にはたくさん出てるからさ。ほんまにブレスオブザワイルド経験者は多分ティアキンを面白くないって思うのが俺は正解な気がするんやけど、でもそれでも楽しいって言ってる人は多分ライトゲーマーな人たちでしょう。ヘビーゲーマーは多分しんどがってんちゃうかな今作。これって一回降りたら結構上に戻んの大変なんかな。なんか全然登れるところ見つからんし、ワープするってなったら戻るし、地上も地底もまだ全然行けるとこないもんな。なんかただただグラフィックのレベルの低いスイッチならではのマシンレベルの低いクソ昔のゲームをやってるだけなのよな。ここ行くのもめんどくさ、ワクワクせえへんのよもう。ブレスオブザワイルド一回やってるから。どうしよう、俺クリアまでこれやんの苦行やぞ。ワンちゃんやるならやるぞ、来んのかお前ら、来るんだな天命許さねえ、おいボコボコにしたらこらおらかすこらバカ野郎が、どっか行け。そうそう、でこうやってさ今作
何やったっけ、ゾナウシステムでいろんなもの組み合わせてねえ、扇風機で空飛んだりとかってあるけど、いや一回は組み立てるけどさ、何回も組み立てなあかんのとかがすげえ時間の無駄でさ、なんとかなりませんか。ゲーム後半になったらもうちょっと楽になったりするんでしょうか。ずーっとなんか、確かにね、時間はある意味解けるのよ。クソおもんない時間がずっと続くから。ずーっとしょうもない作業させられるから、ウルトラハンドまたやってとか、ちょっと強い武器作るためにいちいちスクラビルド起動してって。前作の方がめっちゃ面白かった。今作は何もかも手間暇増やしてるだけで、ずっとストレスなんやけどな。ユアロック出てきたけど、お前に何の新鮮味も感じひんからな。戦う気が起こらんのだ。なんかもっと圧倒される内容はなんか出てこんか。便利に俺自身が空飛べたりせえへんのか。そういう楽しさを感じさせてくれるゼルダパクリゲームも最近は増えてきてるけどさ、このちょっとしためんどくささというか、こういうことができひんかな、こっからこうやって登ったら楽しめたり新しい生き方できたりせえへんかなとか言ってあるけど、登ったりとかね。これはでもブレスオブザワイルドでもう経験してるからいいのよ。ブレスオブザワイルドと違うところで進化したところ、全てが今のところめんどくさいシステムなのよ。もっと頭をひねってくれなかったか任天堂さん。あとはこの辺の操作感、いちいちこれ L ボタンを押してさ、こうやってできるけど、もうちょっと直感的にこの技をチェンジするシステムとかさ、すげえ没入感そがれるしさ、いちいちこうやって開いて。なあ、頼むぜ。来たよー。また、めんどくさい祠。今作はマジで。ブレスオブザワイルドの、良くないところが、盛りだくさんみたいな感じのゲームに俺は感じてんやけどさ。ブレスオブザワイルドとの違いを見せたかったんか知らんけど、ねえ、最初はおって思ったよ。この通れルーフとかも。でも一回やったらもうお腹いっぱいになるよね。うわあ、マジでやる気せえへん今回。マジで。マジで祠が全部めんどくさく感じる俺今回。何が楽しいの今作マジで。おい、何がおもろいねん今作。ブレスオブザワイルドでめんどくさかったところをもう一回やってるだけでさ、あ、宝箱どっか行った、帰ってきた。やる気しねえわー。さ、めんどくさくなったんで出てきました。祠チャレンジはまあまたどっかでやりましょう。いずれ能力を上げなあかん日は来るからね。ただちょっとなんか思った以上に
ほこらやっぱ真面目にやってるとすげえ時間だけすげえ消費させられるからお話がなかなか進まんし、ほこらチャレンジは適当に、どうしようかな、編集とかでうまいこと、なんかどっかで適当にやってると思う。あいついたね、ワンでも魔法使いみたいなやつ。ああ、とりあえず最初はちょっとほこらを楽しんでたけど、ほこらで俺がこうでもないああでもないっつって、考えてるシーンは、ちょっとずっとやってたらキリがなさそうやから、お話が進まなさそうやから、なるべくほこらのシーンをカットしつつちょっとやっていこうかななんて思います。ほらついてくんじゃねえ、こらな、おい、丈夫な太棒、おい、とりあえずあの魔法使いは無視だ。で今どこ俺、やっと一旦上に上がったんか。これは、あの谷底の洞窟ね。ことごとくなんかもうめんどくさくなって、ほったらかしに来てた、ほったらかしにしたやつばっかりやけど、ちょっとああいうちょっとしたちょっとしたやつをずっとやってたらキリがないわ今作。せっかく編集してね、今回動画上げていくつもりやから、なるべくストーリーの部分でやっていこうかな。あの辺のあの辺の祠とかは、まあなんかやってる人いっぱいいるやろうからな。俺が楽しみたいゼルダは今回はそこじゃない。どういうストーリー展開していくのかっていうところがどっちかって言ったら気になってるだけで、もうシステムの部分は飽きました。今作は今回のティアキンシステムは俺からしたら大外れです。ブレス・オブ・ザ・ワイルドの良くないところの盛り合わせです。こうやってさ、普通にこう登ったりとかしてやっていってる方が普通に楽しいよね。子供たちもしんどいんじゃない？あんな風にビルドするのが、ビルドというかさ、くっつけるだけやからさ、よくある、よくあるゲームで全然似たようなことやってるからさ、飽きるんだ毎回毎回あれをやらなあかんってなると。今回はちょっと愚痴多めになっております。結局どういうルートで行けば向こうの方に行けるんだい？なんかどっか橋なかったっけ。俺ここ行きたいんですけど、あっちの方に行こうと思うと、あそっから行けんのか、上がっていけんのか。あれはどの辺？ピーン。あ、全然さっき言ったところやん。あー、こっち側登ってきてもしゃーないんやな。もうブレス・オブ・ザ・ワイルドでこの長々した移動も、このパラセールの移動もやってるからさ。いや、まあ確かにボーっとやる分にはいいんかもしれんけど、パッ、やりたいゲームがいっぱいある人には
全然進まんなお話がっていう感じになってない？やったことある内容ばっかだなみたいな、しょうもない鼻クソサイドクエストばっかりだなみたいになってない？これはなんかありそうやけど、なんかありそうやけど、これどうなんやろうっていうワクワクがあんまないよね。ここ落ちたら、あーちょっと行くな。地底扱いってわけではないよな。持ってった。おったろう。発見って言ってるってことは違うな。地底ではなくて洞窟扱いか。うん。この辺もさ、武器で、いちいち武器が劣化してるからさ、あれを壊すための、これを壊すためのさ武器をいちいち工作毎回しないといけないっていうのが俺すげえストレスなんやけど、もう最初は楽しかったけど、12回やったらもうマジでブレス・オブ・ザ・ワイルドの時みたいに普通の剣出てきてくれへんかな。楽しくないです今作。ストレスがずっとたまります。あーおもんねー。とりあえず頑張ってちょっと編集多めで頑張っていこうかなと思います。結局こっから出るのはこれ使わなあかんのか。でここここ、このせっかくトールーフ使ってるけど、あそこの上に上がるまでの無駄な数秒間、あれもなくしてほしいよね。最初はいいけど、毎回なんか読み込みでも入ってんのかみたいな感じになってるからさ、なんかつながりがずっと。せっかくのシームレスのオープンワールドになんか読み込みが入ってるみたいな感じがすんのよ。ここはどうだ、今の俺なら登れるんでしょうか。届かんな、無理だな、スタミナが持ちません。そして死ぬー。今回のゼルダは苦行ですな。ずっとストレスがたまるシーンがただ続くだけで、何が面白いんやマジで今作。ここに来んのかい。ああせっかくのなトールーフっていう面白い機能あんのに、この画面がわざわざ緑色になる時間とかがすげえもったいない気がすんのよな。そうやらざるを得なかったんかな、スイッチやから。ああつまんねえ。あそこ橋っぽいのあるね。あんなところスルーしたのかい俺。あピン打てない。ってことはいらないピンを回収したい。いらないピン、この辺のピンやな。これを削除して、あそこに、うんピーン。どこに寄った俺。これか、いけるかな。ちょっとなんかここ
お水だってやべえな。なんか板がいるかもな。今作はいろいろ面倒くさそうやぞマジで。さあゆっくりゆっくり、スタミナなくならんように頑張ろう。これは何？ゴゴスミレ。このスクラビルド攻撃力とか言っていちいち書いてるからさ、いちいち武器をスクラビルドしていかないといけないっていう今作のめんどくささがよくわかるんやけどさ、俺はそれが嫌なんだが、なんとかなりませんか？ジーッ、やば、今のはあかん。このスタミナを、いやーそういう減り方してほしくない。いやそういう減り方してほしくないって言ったから。バカだなリンクは。リンクは本当バカなんだな。そこいけるかな、そこ、そこ、スタミナ回復して、オッケー。あとはここが登れるかどうかなんだが、無理じゃね？行ってみる。お願いします。そのくぼみ、いやーここまできついか。いやーここまできついな。もうちょっと。マジで祝福があれば。祝福があれば、オッケー、いけたー。祝福なしで登ってやりましたわ。なんじゃこら、やめて、こんなところで落とされたくない。よし、何切り替えといて、あ、やっとちょっと来れたんじゃない。どこ？このまままっすぐあっちに行きたいんだけど、あそこ行ったらまた登れるかどうか微妙な感じじゃない。っていうかちょっと大丈夫か、ここ寒くねえか。ちょいちょいこういうのあるけどさ、まだこういうのをなんか使って戻れこで戻してとか、そういうシーンを使ったりもまだせえへんよな。ほほほさっさ、危な、急に暗なっていたぞ。ここは落ちたら死にそう。あれはただの岩？と見えにくい感じですが、マジで一番最初にこっちで合ってんのか。俺なんか来る方向間違ってる？北西に進んだらどうのこうのみたいな言ってなかったっけ。1週間に1時間ぐらいしかプレイしてないから、前何言われたかとかちょっと忘れてきてもうてんのよな。ああもう氷のやつ出てきてるわ。でもあそこ行ける？とにかく進んでいくしかなさそうです。橋とかないかい？ここ落ちたら戻ってこれるかい？まだこっちは大丈夫さやな。あーでも普通に上がってったらなんかいけそうな気はしてきた。ただ行かなあかんの俺あっちやねんな。少なくともあの眺望台行ってからあっちの村に行くみたいな、そんな流れっぽいけど、こりゃ大変そうだぞ。一旦でもあの辺の祠とりあえず
ファストトラベルぐらいは起動しときたいよね。この辺から、あ、見えた。登って大丈夫ここ。リンク頑張れ。ここがあの、あーでもなんかこの茨ってちょっと良くない感じかな。ブレスオブザワイルでもあったけど、なんか上昇気流発生させてパラセールでうまく着地しないとみたいな、なんかそんな感じっぽいな。こここれ自体燃やす方法って爆弾花をつけて、これバカする、一体後ろにもうバカ、あ、燃えてなくなったりは、もしくはこれで俺が上昇気流に、はい、あ、消えるんじゃん、頼むぜ。よし、一応入っといてやるか。今回は打ち上げるもの、なんか前もそんなんなかった。たまには簡単な祠とか行ってほしいんやけどな。ロッケットお？これはあれかい？違う。起動させるには、一旦ここを置いて、うまく置けへんな、お前は。これ、ポンって続くと、そういうことやね。だからそこに寝かしたいんやけど、思った通りに置かないよね。思った通りに動かないゲームって俺の中ではクソゲーなんやけど、リンクは思った通りに、思った通りの方向に置いてくれへんよね。どうした、どうした、任天堂、思った通りの距離に投げてくれへんよね。もう絶対ブレスオブザワイルドの方が100倍面白い。ティアキンはほんまにブレスオブザワイルドを憧れてゲーム作るの下手くそになってるな。いや、わかるんやけど、わかるんやけど、いちいちこれを何個もやっていかなあかんっていうのがやっぱ今時のゲームで考えたら苦痛やねんな。ゼルダじゃなくてよくねってなってくる。なんかただのパズルゲームになり下がってるよね。なんか改めて思うと、ダンジョンはこういうパズル要素があるのは理解できんやけど、全部が全部やもんな。で、これもな、思った通りに傾けへんからな、なかなか。こんな感じ？こうか。持ってる？数、何個か、トロッコがあるけど、ん？使うのこれだけよね。はっ！ブイーン！反対でした。この感じ？いける？これ、これでツン、クイーン、テレレレレレレレなのか。それはもうええぞ、もう行かしてくれ。まだか。まだあんのか。次はこれごと飛んでけってか。こうして、こうして、
届く？ほっ。はい。わひーん。いけたー。今回まだ簡単やったな。でもこういうのをこれからいっぱい使っていけよっていうのがさ、没入感がそがれる要素が多すぎると思うんだがな。何個やったっけ？あ、やっと4個。ってことは、あ、修復の光はそなたの力となるであろう。いや、言ってること変わらへんか。結局じゃあ、あれか。お祈りするところを探さなあかんやんな。最初の村に戻ったら確か、あったよね。最初の村っていうか、プルアがおったところ？ちょっと帰って、見るか。どうやったっけ？こっちです。ワープ。帰ってきました。ここの、どこやったっけ？こんな中やったっけ？あ、この中に、ないか。全然違ったわ。あれ、あったほらほらほら。ってことは、毎回ここに来ればいいのか。前作よりは、楽か。これで、頑張りに決まってる。ハートなんてなんとかなるやろ。やっと初めてのスタミナアップ。これを大量にやっていかなあかんのよな。正気で失っていた持久力を取り戻せるとても貴重なもの。ああ、今回もこれぐらいのペースでしか増えていかないのね。ってことは明らかにやっぱ祠100個ぐらいあるってことよな。これは今作もとんでもねえ時間かかるし、今の俺のペースでやってたらクリアするのに1年かかるかもやぞ。ただ今ってことで、今回はじゃあ、ちょっと祠を歩みつつ、なんやったら眺望台のところも結局解除せんとそのまままっすぐ進んできてしまっておりますが、一応ね、祠クリアするのが結構めんどくせえというところが伝わったところでこの続きはまた次回やっていこうかなと思います。多分今回その祠でああだこうだ考えたりとか、これくっつけてとかやってるところをちょこちょこカットはしていくとは思うんで、プレイ時間の半分ぐらいは多分カットすることにはなると思うんですけど、ストーリーのことを思うと祠でフラフラしてるところとかをなるべくもっとカットしていかんとマジでクリアまで時間かかりそうなんで、ちょっとまたその辺うまく、やっていこうかなと思います。なかなか、確かに時間は吸い取られるけど、もうちょっと個人的にはサクサク生きてえな。それではまた。よろしくどうぞ。